Hi, this is Miho from bilingualmc.jp and you're watching Voice Your Dream. Bilingual フリーアナウンサーの野口美穂です。 Today I'm in Las Vegas! Yes! 今日はラスベガスで行われている CES 2020という、まあ、今日本でもとっても話題になってますけれども、あの世界最大級の家電とかコンシューマー向けのいろいろなガジェットがたくさん並んでいる展示会に来ています。で、私とそして隣にいるのが株式会社コビニカの副社長小西真彩さんです。どうも、Welcome to the show. Thank you so much for having me. そして私たちはバイリンガル MC として、まあ、主に、ね、英語のプレゼンですけれども、はい、担当をですね、するところはちょっと違うんですけれども、同じブース内でお仕事をしています。はい、そしてじゃあ、まやちゃん、ちょっとね、こういうお仕事も含めて初めてだと思うんだけど、はい、まず、この CES のインプレッションはどう？もう本当に規模がすごく大きくて、もう圧倒されてるっていうのと、あの初めてのバイリンガル MC のお仕事なんですけれども、本当、頼りがいのある美穂先輩のおかげで、ここまで来ましたという感じですね。はい、そうなんです。今本番3日目だよね。3日目です ね。だんだん慣れてきたよね。だんだん慣れてきました。はい、でも本当最初はもう右も左もわからない中、いろいろ教えていただいて、ね、はい、コツを伝授いただいて、ここまで育ちました。でもね、あの、まやちゃんの、あの、元々のお仕事っていうのは、はい、この英語コンサルタントっていうことなんだよね。はい、そうです。じゃあ、あの英語を教えるお仕事なの？はい、あの、もともとはその英語を教えるっていうのもやってるんですけれども、うん、やっぱり私もその人前で話すとか声を出してっていうのが、うん、あの、まあ、すごく興味がありまして、うん、でそこをちょっとサービス化していったってるのがっていうのが今の英語コンサルタントの仕事なんですけど、あのそのきっかけっていうのが、まあ、あの私帰国子女で、うん、あの海外で暮らしてきたんですけれども、日本人の方ってすごくしっかり英語の勉強なさってるなっていう印象を受けるんですよね、うん、特にあの文法とか語彙とか、あの、うん、しっかり TOEIC とか義務教育でやられてるなって印象を持つんですけど、海外で見る日本人の方って何ですかね、こう堂々と人前で話してる人が少ないなっていうのをすごく思って、うん、あるある、うん、で結局あのプレゼンテーションもそうですし交渉でもそうなんですけど、堂々としてこう態度で結構持っていくところがあると思うんですよね。わかる、うん、そうだよね。その英語の文法 100% 合ってました、だから何っていうところがあると思うので、うん、まあ、そこが日本人は欠けてるんじゃないのかなっていうところを私のその海外滞在歴の中ですごく感じてきたので、まあ、私が今日本に帰国して日本人のために何かできることあるかなって考えた時に、自分がその海外で培ってきたそういうプレゼンテーションスキルだったり、まあ、人前で話す時はこういうふうにやるんですよってことをカリキュラムにしてお伝えできたらなっていうのがきっかけなんです。いいね。その人前で話す英語っていうのはすごくキーワードだと思うのね。はいはいはい、まあ、私はこういう MC とかあの、まあ、アナウンスとかどっちかっていうと、まあ、商業的なサービスで使う英語っていうのを覚えたい人に向けていろいろ発信したりしてるんですけれども、はい、またまやちゃんはどっちかっていうともうエグゼクティブ向けの、そうですね、だから社長さんとか、そうですね、経営者の方で、うん、特に、まあ、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、うん、その日本の経済が少しずつこう傾いてってるとか、うん、あのどんどん人口が減少してってる中で日本の市場っていうのがだんだん魅力が薄れてってる中で、どん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 海外に展開していこうというふうに考えていらっしゃる経営者の方が多くて、そうなった時にやっぱり英語で交渉だったり自分 の商品の魅力を伝えられる、あとはもう最近は採用ですよね。あ、外国人の、はい、採用とかっていった時にも自分がインタビューする側にインタビューする側ですし、うん、あのなんですかね、自分の会社の魅力を伝えていかないといけないので、そっか、選んでもらう方だから今は会社が、そうなんだっていう行った時に、うん、そのじゃあカタカナ英語でいいのかっていうところで、あの私が最も着目しているのが日本人の発音矯正っていうところなんですよね。うん、なるほど。あの今発音矯正ってすっごくいろんな、はい、まあ、YouTube もあるし、あと
書籍もたくさん出てるんだな、ね、ちょっとこう、まあ、ブームみたいな感じでなもう何年か続いてるけれども、中にはね、まあ、その発音じゃないよっていう人もいるじゃない。多いです、多いです、うん、通じればいいっていうのは、はい、その辺はなんかどういうふうにこう、そうですね、アドレスしてるの？まあどうですかね、まあ、そういう方にはもうそれでいいかなって思ってるんですけどでもあ私は変わりたいと思ってる方とか、やっぱり外資系の企業で働いてらっしゃる方とかはもう本当に通説に自分の英語を、まあ、通じないっていう方もいますし、うん、あとは自分の英語だとなんかちょっと舐められてるなとか、あーそっか、もう切実だよね、それは。切実な方多いんですよね。なのでもうレベルとしては高い、話せてる、だけれどもなんかこう自分がプレゼンした時のあの空気感、うん、何なんだろうとか、うん、なんでこの上司は私の話はそこまで真剣に聞いてくれないんだろうっていう、やっぱり本当に悩まれてる方たちはいるので、まあ、私はその方たち向けに実は発音なんじゃないですかっていうところをご提案させていただいてるっていうところです。なるほど、はい、でどう、その受ける皆さんはいろんなアハモーメンツみたいなのを感じられる？多いですね。例えばですけど、まあ、オーという音があるんですけれども、うん、実はこれオーが、まあ、ローマ字でオーはオーっていうふうに読むっていうふうに皆さん思われてるんですけれども、O には2つの発音があるんですよ、うん、で、short O と long O っていう風に言って、うん、まあ、あ、もしくは O っていう、うん、2つの音くっつけて O、 あか O で、え、知りませんでしたっていう、なので O は全部 O だと思ってました。わかるわかる。なのでどうですかね、例えばコーヒーとかっていう音も、うん、コーヒーでもなんでか通じない、特に飛行機の中で I like some コーヒーとかっていうとコーラが出てくる、コーヒーみたいな、それ最初の母音で相手も判断してるので、あ、おうねっていうことでこう最初に連想しちゃうっていうような、本当笑い話でよく聞くけど本当にあるよね。あると思うんですよ、うん、で、まあ、もちろん R と L のさとかっていうのもありますし、うん、いろいろ皆さん知らなかったっていうことが、これも習ってなかったから、そのローマ字でいいんじゃないのかと思ってたっていう方がすごく多い気がします。へー、じゃあ日本人がよく言う TH とか L と R の違いっていうよりも、もうむしろ母音もすごく大事で、母音もすごく大切だと思う、やることいっぱいだよね。いっぱいあります、でも私は大学院で言語学を専攻してたんですけれども、もともとはやっぱりどうしてもアカデミックな路線を行ってたので、すごく細かいことにこだわってたんですけど、ビジネスをやっていく中、たくさんの生徒さん、まあ、今延べ2000名の生徒さんを教えてきたんですけれども、経験してきた中で、まあ、そんなに細かいことはこだわってられないっていうのが分かってきたので、うん、もう本当に厳選してお忙しい皆さん、ここだけ押さえてくださいっていうのをまとめて今お伝えしてるっていうのが今の英語のビジネスです。じゃあそのビジネスパーソンたちのこう国際化の後押しを後ろから、ね、できたらなというふうに思ってるんですね。そうですか。じゃあ今の仕事で楽しいこと、やりがいっていうのはどんなこと？やりがいはやはり生徒さんが活躍されるとすごく嬉しいですね、うん、でフィードバックとかをいただくと、もう本当にそのためにやってるっていう、なので、まあ、海外転勤が決まったとか、うん、海外進出が達成できましたとか、もうすごい嬉しいお話ですし、うん、もちろん社内での昇進とかも、やっぱりあの時のあの発言が聞きましたとか、まあ、おべっかかもしれないですけど言っていただくと、すごい私としてもやりがいがあるなっていうふうに感じる瞬間です。そうなのね、やっぱりその目的があって英語をよくしたいっていう人たちにとってはもうかなりその具体的にレッスンをしてくれるから、そうですね、すごくそれは嬉しい、嬉しい。なので差別化ポイントっていう意味で言うと、うん、そのいつか海外行くかもしれないとか、うん、海外旅行行った時に楽しめたらいいなとか、うん、ちょっとそういう方向けのレッスンではないかなっていうふうに思ってます。なるほど、はい、じゃあいろんなビジネスパーソンたちともこう交流があったり、はい、世界が広がりそうね。広がります。あとはまあそのいろいろなビジネスパーソンの方に教えてきた結果、私自身がすごく皆さんのビジネスに関していろいろ教えていただくことがあったので、自分もビジネスパーソンとしてすごく成長できたなっていうふうに思ってます。なるほど、だからゴルフを始めたって言ってた、ね、そうですね、ゴルフもそう、はい、エグゼクティブに
と一緒にお付き合いするには、はい、するにすごくゴルフが上手だそうです。そうですか。じゃあ今回のその、まあ、今回そのバイリンガル MC っていうものに挑戦してみてどうだった？自分の中では何かチャレンジとか、オーバーカムできたこととか。まず、全くわからない未知の世界だったので、もう最初はすごいドキドキしてたんですけど、飛び込んでみてすごい楽しいなっていうふうに今回思いましたし、それこそあの、まあ、海外に進出したいって考えてらっしゃる企業の方の、まあ、スポークスパーソンっていうのはちょっと大げさですけれども、もうその顔になったってことだよね。顔にね、なれるっていうのは本当にすごいことよね。貴重な経験だな。いつも自分が頑張ってきてねって送り出してる、もっと先まで行けたっていうので、そうそう、なので何ですかね、今回こう来てちょっと野望ができたのは、あの日本の企業さんで展示会とか出展してみたいなとかっていう方のサポートみたいなのが全面的にできるようになったら嬉しいなみたいな。すごい、はい、ね、あの皆さんもですね、ぜひこの、 あのエグゼクティブ向けの今コーチングをいろいろ展開されているということなんですけれども、今言ったみたいな、もうちょっとねこうあのそういう方じゃなくても、自分がスポークスパーソンとして世界に行きたいっていうような展示会なんかすごいいい機会だから、ね、そういう方はですね、ぜひまやちゃんにコンタクトをしていただきたいと思いますが、まやちゃんの お仕事をとかあとサービスをもっと知りたいという人はどうすればいいですか？ぜひあの株式会社コミュニカで、ホームページを検索していただければと思います。はい、分かりました。じゃあ最後にさっき、まあね、はい、一つ野望ができたということでシェアしてくれましたけれども、はい、like, my channel is called Voice Your Dream、right. and may I ask you what's your dream? No, like you mean like long term? Yeah, like, or personal? Yeah. まあゴルフもっと上手くなりたいですとか。もうありますけど、まあ、やっぱり日本人、まあ、すごくその自分は海外で暮らしてる時間が長かったので、日本人っていうアイデンティティを大切にしているので、まあ、日本の方、そして日本人の方にもっともっと世界で活躍してもらいたいなっていうのを本当に思ってますし、日本のますますの今後の発展を、の後押しができるような道になれたらなっていうのは、ああ頼もしい、はい、私の夢です、はい、で私もすごくレゾネイトするところが多いから、これからもねいろいろぜひご一緒できたらなっていう、うん、はい、なので私は美穂さんみたいにそのバイリンガル MC を目指されてる方々っていうそういう視点では全然考えたことがなかったので、何かコラボレーションとかできたらなっていうふうに思ってます。はい、はい、楽しみです。Well, thank you so much for watching. And if you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell. And if you want to download my freebie, I have a PDF that, that can help you improve your speaking styles in Japanese and English. So I'll catch you in the next video. Bye for now.